どうも皆様ごきげんよう、クです。それでは世界の遊び大全続きをプレイしていきましょう。さあ今回はヨットサイコロを使ったポーカー遊び、ポーカーなんだ、これを遊んでいきます。ヨット、はい、ルール説明よろしくお願いいたします。サイコロを使ったポーカー遊びだよ。ポーカー、はい、サイコロの出目でここにある役を作るのよ。役を作る、はいはいはい。役を作った合計点を競い合うんだね。じゃあ先に私からいくよ。どういう役があるんだこれ。1が3つあるね。1が3つ揃ったね。じゃあ1をキープして。あー、なるほどなるほどなるほど。あ、1がもう1個増えたね。やったー、4つ揃った。はい、お、すごい。あ、そういうことか。よし、5つ揃えば50点のヨットだ。ああ、なるほど。ああ、やっぱり5つは無理か。厳しいね、6分の1の確率ね。もう振り直せないから役を決めないとね。え、どういうことどういうこと。フォーダイスの方が得点は高いけど、はい、6のフォーダイスなら24点狙えるし、ここはエースにしておこうかな。どの役を選ぶかが勝負の決め手だね。はい、あなたの番ね。オッケー、負けないぞ。え、まあ、待って待って、分かんなかった分かんなかった分かんなかったって、今のじゃ分かんねえよ。まあ、やってみるか。3回触れるんだもんね。いきまーす。ぽい、どれもないが、まあでも2が2つあるから、いや、6をここで1個だけキープして振り直しっていうのはありなんじゃないかい。ぽい、6、1個も出なかったわ。あ、そういうこと。あー、なるほどね、ストレートか。確かにそれはありかもしれん。はい、これでいいんじゃないか。で、ストレート、はい、15点。相手6が2つ出てるが、3、4、え、あと2と5を狙うつもり。そういうことだよね。1、2、3、4の4つのストレートを選んだのか。なるほどね。はい、あー、なるほどね。あ、バカ、間違えたね今ね。はい、まあいいや、まあまあまあ、今はね、今はね。チョイスって何。5でしょう。いや、2、3、4でこれいこう。そい、2か、残念だったな。すべての目の合計。ああ、なるほどね、そういうことか。はい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 、3つ同じ2つ。ああ、なるほど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 、そういう感じか。いや、まあこれでいいんじゃないか。はい、6、2つ出てるよ。あ、フルハウスか、なるほどね。1か6が出たらそれでいいわけか。うわ、出たー。なるほどね。あ、理解してきた理解してきた。これでもだいぶ誰かに説明してもらいながらじゃないと難しいね。いいんじゃない、いいんじゃない。ほら、あ、バカ、また間違えた。4か6出てこい。残念でしたね。もう一回振り直します。お、出た、やったじゃん。
できた。やりましたね。あ、割といいぞこれ。5が3つも出てる。うわー、5が出た。あ、4ダイスでもういきなりもう選んだのね。ほい。なんか数字でけえな。でもフルハウスはもう選んじゃってるから、55だけでいこっかな。なんならチョイスでもいいからね、最後。じゃあもう一回振り直します。ストレート出るかもしんないからね。ストレートってかヨットか、フォーダイスか。いや、まあいいんじゃない、チョイスよりもフォーダイスの方が。はい、オッケー。相手よりも高い点数維持してる。いいね、いいね。何を狙ってんだそれ。え、何狙ってんの、ストレート。違うよね、合計チョイス。え、それでチョイスは弱くない。はい、うーん、ちょっと待ってね。ストレート、 B ストレート5つがつながった目だから、12345か23456のどれかしかないんだよね、きっとね。23456狙ってみる。345だから、あと2と6が出ればいいんでしょう。はい、うわ、44か、44か。うん、いや、もう一回やってみよう。まあ、なんなら最後のチョイスっていう方法もあるからな。63か。いや、まあチョイスでいいよ。相手より得点高いから。でけえでけえでけえ。555か。で、残り全部5が出ればいいなって感じか。まだ出ませんな。でも5のところも狙えるからな。5かな、狙うのは。ですよね。オッケー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 。あー、ようやく理解してきた。ようやく理解してきたよ。行くぜ。すえ。22335か。ストレートは狙えないしな。これ、5のところ狙ってみるか。はい。うわ、えぐ。12ターンでしょう。いや、ここはちょっと申し訳ないけど、こうしよう。エースを狙うわ。うんうん、いいよいいよいいよ。はい、5つ中5個中3個はもう1が出たっていう感じだから。あ、エース狙ってる。お前もエース狙いか。わ、割と出るかもしんない。よし、俺と一緒。そうなるよね。うんうん。え？2345、これで1か6が出ればいいんじゃないの。1か6だったら3分の1だぜ。厳しいな。バカ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 、危ねえな。うわー、出なかった。もうこれでやるしかないかな。これはしくじりましたね。これはしくじり。うん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 、4を狙ってるのか。いい点数出るんじゃないかこれ。3つ出たか。3つ出たのは嬉しいね。うん、OK です。じゃあ俺も4を狙っていこうかな。333、出目が5つ同じのやつ狙ってみるか。役ができない可能性あるけどね、これね。ほら、うわ、つら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 いつら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 い。
まあやってみよう、やってみよう。アイザンね、ここしかねえのか。うわ、割とえぐいぞこれ。なるほどね、そういったことが起こってくるのか。え、何を狙ってんの、ストレートか。なるほど。5と6しっかり狙っていかないとな。うわーすげえ。はい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 、 OK、 いけ。あ、いけ。スンってなるわ。はい、うわーもう5めっちゃ出てるやん。ストレートか。3が出ればいいんだね。でも6分の1なんだよな確率。はい、出ませんでしたね。まあもうそこをやるしかないっすね。5を狙っていきたい。5を狙っていきたいよ。わ、1回も出ないじゃん。フルハウスだよこれ。いやでもストレート狙っていく、234でいこうか。1号か26、これで。はい、うわーい、残念だね。ヨットかな。はい、ストレートを狙ってる感じか。4か、あと5が出ればいいと。うわっ、出やがった。これ俺もストレート出すしかなくなったな。23456か。12345、割といいのでは。65432だから、あと4が出ればいい。出ないね。出なかった、出なかった、やっちまったね。ストレートが出るかどうかによってもこれだいぶ差が出てきますよ。まあそうなるよね、ストレート出るかどうかによる。え、割といいのでは。3、4、5、あと2が出ればいい。違うんだよ、違うんだよ。やったぜ、やったぜ。俺強くない？いやでも分かった、ルールはよく分かった。で、何をすべきかっていうのも大体分かった。 OKOKOK、 これ楽しいな。ヨット勝てるわけなかろうもん。オッケーでーす。ありがとうございました。はい。でも一試合一試合結構時間かかるな、これな。かかるけど、めっちゃ楽しいな、これ。名前の由来、ヨットの上で遊んでいたからだと言われている。あー、なるほどね。はい。ありがとうございます。よし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 。あれ待って、これ、あれ？あ、難易度ない感じ？難易度ないんだこれ。あ、難易度ないんだ。あ、マジで。ちょっと待って、じゃあオンラインでさ、ヨットって遊べるかな。はい、やってみよう、やってみよう。オンラインでいるかな。ちょっと、まあ、とりあえず、うん、でオンラインで遊びたいってやっておきながら、ちょっとフリーでコンピューターとやってみようかなね。え、何？もう？早かったね。OK です。問題はこっからよな、じゃあな。よし、頑張っていきましょう。あ、お名前確認するの忘れてた。申し訳ねえ。M さん、M さんね。はい、M さん、よろしくお願いします。うわ、6めっちゃ出たね。うわ、これは強え。
まだまだまだ。いやでもね、6がね3個出た時点で強いんだよな。半分以上。うわー、すごい。4ダイスでもいいじゃんそれ。決まりましたね、ジャムさん。はい、よろしくお願いいたします。じゃあ行きましょう。勝てるかな。運もあるけど、なんだろう、役を決めるっていうのも結構難しいところではあるよね。5-5かな。5狙っていくか。あ、ま、あ、え、フルハウスじゃん。これはいいのでは？これはなかなかいいのでは？はい、フラウス。ちょっとさっきの俺の采配がまずかったね。あ、444は強い。444はいい。マジで？いやーでも接戦で負けたな。ボーナスプラス35は確実に狙いつつ、他の目のこともちゃんと考えないといけないね。まあ、でもヨットが出たっていうのが強いよな。 OK、 じゃああともう一戦なんか別の人とやってみましょう。お、すぐ見つかった。シンクさん。はい、リンクさんじゃないんですね。はい、よろしくお願いいたします。俺が高校だね。はーい、ということで最後まで決着は分からんと。はい、では行きましょう。エース狙いかそれ。フルハウスであるけど、フルハウス7点はいかんやろ。そうだよね。うんうんうん。フルハウス66655は強すぎん？それはフルハウスで最もいい手でしょ。これはもう俺はどうしようもねえ何も言えねえ。どうやらね、ヨットネット対戦弱いみたいだね。まあまあまあ、しょうがないね。得て増えてってあるからね。OK、じゃあ今回ここまでにしましょう。はい、最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録、高評価をよろしくお願いいたします。で、ではまた次回お会いいたしましょう。失礼いたします。